皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日は産婦人科以外の先生方にも知っていただきたい月経前症候群 PMS についてお話をさせていただこうと思います。まず月経前症候群の定義なんですけれども、月経前3日から10日間の黄体後期に発症する多種多様な精神的あるいは身体的症状で、月経発来とともに減弱あるいは消失するものというふうにされています。要するに月経の前数日ぐらい前からなんとなく体調が悪かったり、それはいろんな症状があるんですけれども、そのような症状が毎月月経の前に見られれば、それは月経前症候群というふうに考えられます。症状なんですけれども、身体症状と精神症状があるんですけれども、本当に人によってそれぞれです。身体的な症状としては、下腹部の不快感、疲労感、腰痛、頭痛、乳房筋満感、浮腫などが挙げられます。またよく患者さんがおっしゃるのは、眠くなってしまうとか、すごく食欲が増してしまうなんていうこともおっしゃいます。また精神的症状としては、気分の変動、抑うつ気分、意図性などが見られます。一般的に精神症状が主体で強い場合は、月経前不快気分障害 PMDD と言われています。実際にどのくらいの方が PMS、PMDD と診断されているかというと、欧米と同じ診断基準を用いた我が国の研究では、社会生活が困難になるくらいの PMS が 5.4%、 PMDD の頻度は 1.2% というふうに報告されています。そして PMS の原因は詳細には不明なんですけれども、最近は排卵が原因なんじゃないかというふうに言われています。生理周期のグラフなんですけれども、これが排卵期だとすると、排卵を境にホルモンの変動が大きく見られるんですよね。このような変動によって PMS や PMDD が起こるんじゃないかと言われています。それなので、根本的な PMS の改善のためには、排卵を抑制するのが最も有効的なんですね。その排卵を抑制する代表がピルです。前の動画でもお伝えしましたが、ピルというのは排卵を抑制します。その排卵を抑制することによって、ホルモンの変動が収まって PMS や PMDD の改善につながるというふうに言われています。その他にも治療はあるんですけれども、カウンセリングだったり、生活習慣が乱れている場合には、規則正しい生活をしたり、栄養バランスをとっていただくなんかも治療になります。そして例えば日記をつける認知行動療法なんかも治療に役立ちます。前にレコーディングダイエットといって、自分が食べたものを毎日紙に書いて自然に体重が下がるみたいなダイエットが流行ったと思うんですけれども、それと同じように、生理周期においても、生理の何日前ぐらいから自分の体調が悪くなるのか、むくみやすくなるのかとか、腰痛が出てくるのかなどを日記に書くことによって、自分の生理周期のリズムがつかめて PMS の改善にもつながるというふうに言われています。そしてアルコールやタバコ、カフェインなどが PMS の悪化につながるというふうにも言われてますので、もし PMS や PMDD がある方で、このようなものを常用している方は、一度中止してもらうのも手なんじゃないかというふうにお話をしています。 PMS や PMDD の根本的な治療として、ピルを挙げさせていただきましたけれども、実は対症療法でも大丈夫なんですね。漢方薬だったり、むくんでいるのであれば、場合によっては利尿薬なんかを使ったりすることもあります。そして生理前は便秘になりがちだったりしますので、便秘薬を使ったりすることもあります。そして精神的な症状が強い場合には、精神科にコンサルトすることもあります。産婦人科を受診する方の中には、自分で PMS なんじゃないかと診断をして受診される方も多いんですけれども、他の診療科の先生方のところには、なんとなく調子が悪いけど理由がわからないっていう人も多いんじゃないかなと思います。そのような女性がいらっしゃった時に、それが生理周期に関係しているのかというのを聞くことによって、より PMS の診断に近づくこともあるんじゃないかなと思いますので、症状が生理周期と関係しているのかというのも、ぜひ問診で聞いていただけたらなと思います。本日は PMS、PMDD についてお話をさせていただきました。実際には産婦人科以外の診療科の先生のところにも、なんとなく調子が悪いという方もいらっしゃると思いますので、生理周期の把握も問診でしていただければ診断につながるんじゃないかなと思います。本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋れなでした。